イス・スハミルトンン・とクリスチャーーナーの間で、メルセデスからレッドブルへの乗り換えに関する交渉について矛盾する説明がなされている。レッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーは、ハミルトンの父アンソニーから、セルジオ・ペレスの2024年シーズンのチームシートについて問い合わせがあったと述べた。しかし、ハミルトンは、木曜日になって、実際には、ホーナーからテキストメッセージでアプローチを受けたと出張し、チームの誰も、 レッドブルに連絡を取っていないと述べている。ハミルトンの父親は、ハミルトンのキャリアの初期を指導したが、2010年にプロとしての条件で友をは勝ち、正式に経営チームの一員ではないとされている。ホーナーは、金曜日にスカイスポーツ F1 に対して、ここまでの騒ぎは驚くべきものだとコメントし、アンソニー・ハミルトンとは15から16年の付き合いなので、必然的にシーズン中に交換が行われることが多い。これは かなり、多くのことが読み取れるようだ。アンソニーはいい奴だ。彼は、セルジオのことについて、思い出せないが、連絡を取って、ただ探求的で、示唆に富んだ質問をしただけだ。彼は、自分自身に車で来てほしいと、尋ねたわけではないと思う。と述べた。ペレスの将来に関する憶測が広がっており、2024年が契約の最終年であることから、2024年までの契約を果たせるかどうかに、疑問が投げかけられている。 ホーナーは、我々が獲得したドライバーには非常に満足しているが、もちろん、ルイスは、ここ2年近く、レースで勝っていない。疑問が投げかけられるのは理解できるだろうが、それは完全に論理的であり、その種のこととしては正常なことだと付け加えた。コメント、レッドブルチーム代表ホーナーが、メルセデスのハミルトンが、チーム移籍に関する、ハミルトンの代理人は、フェルスタッペンとパートナーを組むことについて、レッドブルに連絡した。 という件、代理人というのは、ハミルトンの父親ということでした。しかし、2010年に、プロとしての条件で友藤は勝ち、正式に、経営チームの一員ではないとされている。という、ホーナーは、経営チームの一員ではないということを知らなかったんですかね。もし知っていたら、代理人という言葉は使わないでしょう。また、ハミルトンが、ホーナーから、 テキストメッセージでアプローチを受けたと主張している点。ややこしくなってきました。それ以外にも謎やわからないことがありますが。その一つは、ホーナーが、ここまでの騒ぎは、驚くべきものだとコメントしていること。ホーナーのコメントで騒ぎが大きくなっているのに、他人事のように言っていることも、その一つです。とにかく、この件の収束は、もう少し時間がかかるように思いますが。